私たちはまだちゃんとコミュニケーションを取れていないんだと思います。スタンリーは赤いドアを通り抜きました。行きましょう。何え何人じゃない何あれ星星にしちゃ動きすぎだよね。え、何ファーじゃなくてここはいああ、美しいですよね <laughs> いや、美しいもの見たいとかじゃないスタンリー、私は幸せだって思います。俺、死んだんか実際、幸せだって感じてる。 わあ、綺麗。あ、光集まる、わあー、綺麗かな綺麗かも。何ここ。<laughs> さあ、パイナップル状になって、パイナップル <laughs> あ、消えた。で知らないところだ。あの、階段に近づかないで。なんで,で <laughs> あなたが自分自身を傷つけ死んでしまったら、このゲームはリセットされるんで、すべて失ってしまう。ほ <laughs> う、はあ、行ってみよう。 何度も死んでるお願いやめてくれスタンリー,ンーここにさせてこここれを私から奪わないあ何もないんだけど死ぬか今まで何度も死んだしなパイナップル見た時点で死ぬの簡単だわ<ー>ーあ、oh. はあよかったいや生きてる <laughs> もう一回行こう 一瞬心配になりましたダメダメ何してんの <laughs> スタンリーお願い頼むからこれと私からこれを奪わないでください同じないよ私は以前の自分にはなれないですよもし死んでしまったら2人とも戻ってしまう <laughs> あなるほどね死ぬは <laughs> <laughs> スタンリー他の部屋に戻ろう私のためにそうしてくれませんかちらっと見てみるかいやでも死ねないんだけど なんだよもう本当にどれだけ私のゲームが嫌いなんでしょうか <laughs> かわいそうひょもひょもかわいそうあなたは私が幸せにならないためには自らを殺すことをいとわないのですか私の見解は合ってますかひょもショもかわいそうかわいそうだなもう一回死ぬねこの高さで死ぬなんてすごくない はっ終わりですかリスタートしますよね,すよね戻ります <laughs> かわいそう